はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ギンゴルの小池です。はい、今日もパームスプリングです。パームスプリングですから、はい、お送りします。はい、はい、で今日はですね、年齢とともにだんだん飛ばなくなっていくということで、はい、60歳以上の、はい、50歳以来じゃないですか。うん、60歳代になると、はい、やっぱりちょっとこう技術で飛ばさなきゃいけないので。そうですね。で、はい、まあ、簡単に飛距離アップできるコツ、はい、前にも一度やったんですけど、うん、パラメーターレーシーね、これをさっきね車の中で聞いてて博士と、はい、やべえ俺も忘れてるんでもう一回聞きたいところです。そうですね、はい、今日はそれを使って、はい、飛距離アップできる、そう、60歳以上の人が絶対飛ぶと思います。方法を教えます。はいはい、よろしくお願いします。55の時よりも飛ばせると思います。パラメーターレーシー。はい、お願いします。はい、お願いします。では、はい、まあ、パラメーターレーシーっていうのは、はい、まあ、基本的にそのブランコとか、うんうん、でブランコって、うん、多分皆さん乗ったことない人ってなかなかいないないと思いますよね。必ず乗ったことあるじゃないですか。で、その時に立ち漕ぎをした時のイメージを持っ て、うん、あ、はいはい、でただ立ったまま誰かに押してもらったとしても、うん、スピード出ないですよね。大して出ないね。ここ持って、うん、こんなになっちゃったりとか、確かに確かに、こんなになったりするじゃないですか、はい、全然出ないですよね、はい、じゃあどうやって出したかっていうと、多分昔思い出していただければ、うん、もう多分40年前ぐらいの話だと思うんですけど。いやいやいや、50年前じゃないですか。だから見ていただいている60歳以上の方はもう半世紀前の、半世紀前ですね。はい、はい、立ち漕ぎするときに、はい、まあ、最初はもちろんちょっとこう勢いつけて、うん、でその後スピードを出していくのにはどうしたらいいかというと、うん、降りていくときに膝を曲げましたね。確かにそうなんだよ、これだ、思い出した。重心を低いところに持ってきたことによって、うん、上がったときに通過しました、うん、なるほど、覚えてます。はいはいはい、はい、これは重心の位置、位置エネルギーじゃないですけど、うん、重心の高さを変えることによって、うん、遠心力を増したってことですね。これはパラメーターレーシー。で、大体こう構えてる時っていうのは人間は大体胸の、中心、はいはい、でここにある重心を膝を曲げることによって、うん、ここにあったものがここまで下がります、ね、うん、でこれを下げて上げた時にエネルギーが発生して、これ何なんだろうスピードを上げていくっていう、うん、だからそれが分かってくると、うんうん、ちょっとねブランコでももし乗ったことない人がいたとしたら、見てたらこう動いてるからものすごくこう動こうとする、はいはいはい、こうやって、うん、それはもう間違いっていうか、うんうんうん、実際にスピード出ない。じゃあ、うん、これを使ってよく説明するんですけど、はい、これを持っていただいて、うん、これをスピード上げてくださいって言うとグリップを、あ、はいはいはい、こうやるじゃないですか、うん、これはあまり良くないというか、うん、はい、間違いです、はい、で確かにこれでもエネルギーは発生して横には動くんですけど、うん、この視点を縦に動かすことによってヘッドにうまく重心がこうかかってくる。もう効率が全然違うわ、これ。で、打っていくときに、うん、グリップ動かしてるだろう、引っ張ってるだろうっていう、うんうん、はいはい、生徒さんに言われたんですけど、はい、でこれはどういうことかっていうと、うん、引っ張っていくのは平行にこっちに動かしてるわけじゃなくて、実際下に動かしてる、円に対して。なるほどなるほど。だからこれもパラメーターレーシングです。あ、下に動かしてるから、下に重心がこう動いて、そうかそうかそうか、で起き上がるときにグリップも実は下がっていったときは確かにエネルギーが溜まって、そこから上がっていくときに、うん、要するにスピードが出てくる、ヘッドスピード。なるほどなるほどなるほど。ヌンチャクとかもそうです、うん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 、下に引っ張ってきてピョン、手が、うん、分かりますこれ、あ、確かにね、下に引っ張ってきて手が上がったときにブルース・リーは微妙に膝曲げといてからのビョーンって言ってるね、はい、そうです。膝も曲げるし、ここでも今言ったでしょ、うん、確かに手の位置が下に力をこう入れれば
あ、そう、それでピョンと行くと今度はクラブこんな時にパンで、ゴルフも同じだ。だからあれ昔プロゴルファーサルで竜っていたの知ってる？ヌンチャクで見ました。はい、ヌンチャクで打つ人、はい、あれパラメータ練習ですね。まあそうですね。あれすごい、あれ遠心力とその位置エネルギーと、うん、え、まあ、遠心力。なるほど。それで今言ったのはそのここの話じゃなくて、うん、ここの重心です、ね、はいはいはい、下がることによって。だからプロって結構こういう体勢作る人、うん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 、ただこれはやっぱりミート率は難しくなります。だけどさ、はい、やっぱりちっちゃく構えて打つときに伸びちゃう人よりもいいよ ね、 そうですね。まだそう、実際に、うん、今の話っていうのは、うん、こうちっちゃく構えててこう言って、うん、そのまま打つわけじゃなくて、いや、ちっちゃいまま上げて打つとき伸びちゃう人いるじゃない、そうやって。だからね、それが微妙に欲しいですよね。これもちょっと使ってはいる。そう、使ってるわけ。一応はこういう動きを。確かに。そう、ただ今のはこれ遠心力じゃなくてもう手の動きがすごく入ってきちゃうんです、うん、はいはいはい。でパラメーターレーシックっていうのは、うん、基本的には重心の位置が上上下するけど、タイミング的には降りるときに下がるというよりも切り返すときですね。こう、あ、でそこから上がりながらって表現をするんだけど、うん、もちろん重心は上がっていくんだけど、なんで上がらないかというと、はい、前傾保ってて少し右に屈曲するから、うん、この位置は、あ、そういうことか。そう、上がっててもグリップも少し高いところに行くんだけど、うん、これとはちょっと違う。なるほど。そう、だからまずドライバーで飛ばない人は結構多いのが、はい、回転しよう回転しようと思って、うん、遠心力だとか言ってこういう動きをしちゃう人、まあ、そう、いる、うん、それそう、めっちゃうまいしてるけど、それで、いやいやいや、ちょっとわざとやってない、わざとやってない、わざとやってないですよ今。いや、モノマネがさうまいからさ、やっぱこれってこういう人ミート率いいですよ。なんでかというと、うん、前傾だけかあの変わんない、こうキープしておいてこういうふうに動いていくじゃないですか、うん、高さが変わんないから。変わんない、なるほど。そうするとやっぱりどっちかっていうと体の回転のスピードで飛ばすん で、 でこっちになってくる。結局腕使っちゃってますね。腕使います。すごくね。結構使います、はい、なので今言ったパラメータレーシング、上下の位置エネルギーを使ってあげる、うん、クラブが高いところから低いところに置いてくるのと、はい、一緒で、こうですね、重心の位置を低くすることによって、うん、遠心力が増してくる、はいはい、どうやってやるかというと構えたところの高さを変えない でこれは前傾角度を保つだけだと前も言ったけどこうなっちゃうん で、 まで、いくらか側屈を入れながら、はい、ただやっぱり60を超えてきて側屈入れてくださいって難しいと思うので、うん、実際はそこの位置でちょっと耐えるぐらい、耐えるぐらい、はい、ただ降りるときは必ずクラブヘッドから来るんではなくて、はい、うん、一度左足でもいいです、はいはい、ヒールアップしてたのをちょっと踏む、うん、これだけでも胸の位置がちょっと下がる、はい、下がります、はい、そして下がって上がるときに、うん、上がったら伸びちゃうので、うん、感覚的には踏んだものを回転してくる。あ、ちょっとこれがね、いつも言うやつですね。右に倒れながら、はい、こうですね、はい、そうすると上下運動してもクラブって、うん、クラブヘッドってこの円の軌道で結構動いてくる、うん、前傾が崩れて伸び上がっていくとこれはパラメーターレーシングじゃないです。じゃないですね、はいはい、これはヘッド使っちゃうので、はい、なるべく踏んで上がっていくときに上げて打つんじゃなくて回転させながら、はい、そしてビハインザボールで、うん、
その動きを入れてちょっとやってみましょう、はい、左足踏んで伸びていくときに、はい、ああ後ろから取りたかったな、はい、前からの方がいいのかな、あでも全然後ろからでも、じゃあもう一回いきます、はい、わざとらしくね、ちょっと止まってね、この状態から踏んでからいきますよ、低く、はい、低く、はい、伸び上がりながら、伸び上がるっていうのは重心を上げながら打ちます。ドラゴン選手なんかはもう本当に高いところに、まあ、位置エネルギーも使うし、そう、ね、パラメーター練習も思い切って、うん、で伸び上がっていく、まあ、そこまでやらなくていいので、はい、さっきやったようにちょっと踏んでから、すいません、やっぱりね、なんつうんだろうね、ちょっとあの大先輩にはあの気が引けんだけど、はい、ジャンボさんとジェットさんに直道さんが対抗するときに伸びましたよね、はあ、そうですね、伸びて縮んでバックスイングでうわ伸びて、はい、しゃがみ込んで、あのなんていうんだろう、でもで、ね、まあ本当にそういう感じでね、帽子が吹っ飛ぶぐらい、はい、あのやっぱりあの2人の超ロングヒッターがいたら、はい、自然になったってことですかね、あれこれやっぱり、だからやっぱりジュニアは、うん、クラブやっぱりいくらね、子供用だっても最近軽くなったけど、はいはい、やっぱり重め使ったり長め使うじゃないですか、うんうんうん、成長も早いんで、はい、そうすると大抵の子は自然に使いますよね、ああそうか、もう本当にこんなになって構える子もいるし、こうやって構えないの重くて、うん、こうやってそれでこう伸ばしますよね、うんうんうん、上げる時も確かに体幹でこうやって上げたいから、確かにこんな柔らかいじゃないですか、うん、それでそこから沈んで、はい、ピョーン、この感覚をこう使ってくると、うん、これこういうちょっと打つの見てみたいわ、こんな軽くだけど、はい、なんかこうすごいいい練習になるんですよ、体の力使わないで、これねジュニアだね、やっぱりほら小池博士ジュニアを何千人って見てきてるじゃないですか、はい、そしたらね、今ちょっと気づいちゃったことがあって、何ですか、この形デシャンボーに似てます、ああ、そうです、あの立って構えて、なんか彼はそのほら科学どうのこうの言ってるけど、はい、なんかジュニアに近いような気がしてきた、確かにそうっすね、似てる、なんかね見てたら、はい、あれ確かにそっから一回伸びて立ってんのにさらに伸びてこうやってるわ、まあ、ここまではなかなかボールに当たりづらくなっちゃうかもしれない、うん、でもこの練習がいいですよね、そうです、あの慣れですよね、慣れですね、そう、今までやっぱり高さ変えないで、あのねこうやってます、今のが多分振ってるわけじゃん腕、はい、ボールスピードはさパラメータ練習に使った方がはるかに速い、絶対スピード上がります、もうこれのがさボールスピード10ぐらい出てるし、やっぱりあれですね、でもなるべく技術ですね、技術は今のはちょっと大げさだけど、うん、なるべくいつもの構えをして、でどこで高さを変えるかってさっき言ったようにここですね、踏み込むとき、はい、ちょっと低くなって上がりながら打ちましょう、うわめっちゃいい球だ、でもねあんまり映像で見ると今のいやめっちゃ自分でやってるんだけど、うん、そんななってないです、確かに確かに、そんなあの意識が大事ですか、そうね、ただこれをやるんとやらないんだと僕も30ヤードぐらい違う、30ヤードぐらい違う、そうだから負けたくないなと思うと、うん、この間のアイアン編じゃないけど、うん、ちょっと内転筋とハム使うぐらいにしといて、ここでこうやって打っちゃいます、ずるいな、だけど、うん、やっぱり距離も欲しいんで、あと30ヤードしたら、はい、今のパラメーターレーシングをちょっと使って、うわめっちゃいいな、そうするとやっぱり今より全然飛びますよね、やっぱりね
加瀬ね、まあ、56歳になるね、飛距離じゃないよ、はい、やっぱり何でも知ってるのはずるいっす。惜しみなく教えてくれてるからいいけど、大竹プロみたいに体に恵まれてないんで、なんとか技術で飛ばそうっていう。いやいや、これはね、米食っときゃ太りますよ。だからさっきのパラメータレーシングで下がって上がるときっていうのは、このハムをいっぱい使うわけですよね。はい、そうだから、ちょっとハム意識して使うと、ちょっと下がってから右足のももをちょっと蹴るような感じ、はい、なるほど、はい、わざとらしく練習していいですよ最初、はい、ハムをイメージするんだったらハムだけ意識して、ここで、はい、こういうふうにやって、なるほど、はい、で高さをパラメータレーシングを使うんだったら、ちょっと怖いけど少し伸び上がって、うん、少し沈みながら上がりった時にですね。ああ、なるほどですね、はい、したら博士、はい、また最後にこの筋肉講座入れていいですか。はい、入れてください。筋肉講座、はい、この間の内転筋 の、はい、あのやりましたけど、はい、今度あのパラメータレーシングで飛ばすときハムですよね。ハムです。ハムはですね、ちょっと一回測る。そのままアドレスのまま、アドレスの体勢より、あ、持たないでいいです。アドレスよりちょっと低くなってください。10センチ低くなって、そこからですね、一気に真上にかかとを浮くまで、つま先立ちになるまで、いきなり素早く、せー、3、反動つけていいです。あ、もうちょっと一回下に下がっていいです。一回下がって上まで、かかと上がるまで。はい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 。これやってると、ハム、そのままもうピンポイントで来るんだ、これ。そうなんですよ、やっぱりさ、はい、この伸びる力、まあ、もちろん捻転が入るけど、はいはい、これ入るんだね。そうですね、結構きついわ。あのだから結局前の四頭筋の内転筋の時は、しゃがんでいく時に結構負荷かかります、かけれます。で逆に言うと伸ばすのを速くすれば後ろの筋肉が結構強く使われるんで、はい、あのこの2回に分けた博士のやばい、これちょっと飛んじゃうかもしれない理論と、はい、あのちょっとした運動を取り入れてもらえば、はい、今のでなんかね、ちょっとこう少し飛ぶイメージも出ると思う。いや、出る、はい、やっぱりすごい重心を使いそう。コツはかかと最後まで上げることがすごく大事で、はい、あのふくらはぎまでしっかり収縮するように、はい、そうですね、そうですね、はい、はいはい、ではまたいいこと聞きました。ご視聴ありがとうございました。はい、よかったら高評価とチャンネル登録。はい。笑わせない。ちょっとね、疲れてるんですよね。よろしくお願いします。